向こう向いてる、向こう向いてる、向こう向こう出たくないよ。今日は大活躍だった牧野光成です。今日は、久しぶりのスタメンという、試合に出させてもらった立場で2得点1アシストと活躍できたので本当に良かったです。次も頑張ります。来週も絶対に勝ち点3が必要なゲームになるので、みんなでチーム全員、力を合わせて勝ち点3取りいきたいと思います。頑張ります。今日はキャプテンとして挑みましたが、前半は難しい試合でしたが、みんなで協力して、点が入って、楽に試合が進めたと思います。で、自分はちょっと点取りたかったんですけど、ちょっとシュート練習します。で、やっぱキャプテン、達也くんより自分の方が向いてるかなって思いました。以上です。